チラン、チラン、チラン、ヘブライ語は、イスラエルの戦車であり、第三次中東戦争及び第四次中東、戦争にて、エジプトやシリアから露角した T-54、T-55、T-62 に、イスラエル国防軍、IDF の規格に合わた改修が施されている。日本語では、ティランと表記されることもある。 回収を行った t 5 4 t 5 5 t 6にはそれぞれチラン -4 チラン -5 チラン -6 と呼ばれるが元となった t-54t-55 がほとんど同一設計のチラン -4 とチラン -5 を合わせて ti-67 ンキースライル1967の略とも呼ばれるほか 回収を行っていない状態の t-54、t-55、t-62 を、それぞれチラン -1、チラン -2、チラン -3 と呼称することもある。チランの名称は、チラン海峡に由来する。チラン海峡は、イスラエルの港町イエラートが面する赤葉湾と、航海を結ぶ海峡であり、建国以来エジプトに、スエズ運河の自国船舶航行を拒否されていい。 1979年にエジプトとイスラエルとの間に和平が結ばれたため、エジプトはスエズ運河におけるイスラエル船舶の自由航行を認めた、イスラエルにとってはインド洋への唯一の出口であるため、地政学上非常に重要であった。1967年5月23日、エジプトのナセル大統領がチラン海峡の封鎖を宣言したことがイスラエルに、 第3次中東戦争の開戦を決断させる一大要因であったことと、この戦争の結界スラエルは、ユダヤ教の聖地である、嘆きの壁と、神殿の丘が存在するエルサレム級市街や、水利資源の確保上重要なご覧高原、チラ覧海峡における、イスラエル船舶の自由航行保障させるための、市内半島の占領に成功したことを記念しての、命名と思われる。 1967年6月5日、イスラエルはエジプト、シリア、ヨルダン、イラクの空軍基地に空爆による奇襲を行って、制空権を確保し、シナイ半島とガザ地区、ヨルダン川西岸地区、ゴラン高原の3方面で一斉に地上部隊が攻勢をかけ、これらの地域を占領した第三次中東戦争。この戦争に圧勝したイスラエルは、 アラブ諸国軍の各種兵器を大量に六角した。その中には、ソビエト連邦がエジプトやシリアに供与した、チェコスロバキア製の T-54、T-55 戦車が数百両含まれていた。イスラエル軍は、建国以降アメリカ製の M4 シャーマンを回収した M 50、M50、M51 スーパーシャーマンを主力として第一次、中東戦争や、 第二次中東戦争を戦い抜いてきたが、周辺アラブ諸国は次々に新型戦車を導入したため、これに対抗する必要から、イギリスやアメリカ西ドイツから、センチュリオンや M48A1、A2 を導入していた。しかし、イスラエル軍では未だに第二次世界大戦中にアメリカ軍が使用していた M3 ハーフトラックが主力装甲兵員輸送車である、 M113 装甲兵員輸送車が主力となるほどの数が揃ったのは第三次東戦争後など決して潤沢な財政事情ではなかったため旅客した兵器の有効活用に余念がなかった。さらにこの戦争後イギリスとフランスがアラブ諸国の圧力に屈する形でイスラエルへ兵器供給を差し止めたため装甲戦闘車両の不足に悩まされていたイスラエルは この t-54、t-55 を自軍で運用することを決定し、それぞれチラン -1、チラン -2 という正式名を与えて、自軍の正式装備に得た。チラン -1、2として、IDF の正式装備となった t-54、55であるが、イスラエル軍の運用思想に必ずしも合致するわけではなかったため、 その点を補うために必要な回収を行うこととし、回収を受けた車両はそれぞれチランマイナス4、チランマイナス5の正式名を与えられた。チランマイナス4、チランマイナス5は、チランマイナス1、T マイナス54、チランマイナス2、T マイナス55の同軸基準を 7.62mm、SGMT 重機関重から 7.62mm、M1919 重機関重に換装し、 社長用キューポラに設置されている 12.7mm DSHK3080 機関銃を 12.7mm M20 機関銃に取り替えて装填使用。ハッチ付近に 7.62mm m 1 9 1 9九0機関銃を追加搭載したほか、装填手や操縦士のハッチを新型に付け替えた。手法は、しばらくの間オリジナルの 100mm ライフル砲を使用していたが、 イスラエル軍の弾薬の規格は NATO に準ずるものであったため、ワルシャワ条約機構正式の 100mm 砲弾は使用されておら、砲弾の供給に不安が出てきた上に、2種類の戦車砲弾を揃えるのは、平坦の都合上好ましいものではなかったため、手法をマガフやショットと同一規格の L7105mm ライフル砲に、乾燥支障準装置 L7 の弾道に合わせたものに取り替えた。 チランマイナス 4SH、チランマイナス 5SH に回収された。しかし、手法の乾燥が行われなかった車両も多く、これらは、後のレバノン内戦の際に、キリスト教マロン派系民兵組織のレバノン軍団や、同じく、イスラエルと同盟関係にあった南レバノン軍に、供与された。さらに、砲塔の右側面や後部に、大型の造具箱を追加して、 中空装甲の代用とするとともに、車体後部に、ジェリカンなどの装備品を積み込むための造具箱を追加している。砲塔左側面にも小型の造具箱が搭載された、ほか、砲塔右側面に 60mm 迫撃砲を追加するなどの回収が行われた。第四次中東戦争後は、一部の車両に対し、イスラエルがヒート弾対策に開発したブレーザーエラが、 砲塔の前面と側面、車体前面に装着された。一説には、この時にエンジンとトランスミッションを乾燥し、レーザー測距技や砲手、車長、操縦仕様の赤外線暗視装置、手法安定装置、またドール化機関製装置が装備されたとも言われている。1980年代に入ると、後術のアチザリット装甲兵員輸送車への改造や、 南レバノン軍への供与にあてられ、前線装備からは外れていった。こちらマイナス4、5は1967年から1970年にかけて行われたスエズ運河を挟んでのエジプトとイスラエルの断続的な小競り合いである消耗戦争においてエジプト軍との戦闘に投入されたほか、1973年の 第四次中東戦争にもイスラエル戦車の主力の一翼を担うマガフと共に市内半島におけるエジプト軍との戦闘に投入された。1977年に国産のメルカバの配備が開始されたため、ジランマイナス4、5はデワノン内戦へ介入。1978年のと1982年の下敷きには退役させられた可能性が大きく参加したか否かは不明である。 レバノン内戦において、PLO との対決姿勢を打ち出していたために、イスラエルとの利害が一致していた南レバノン軍に、手法が 100mm 砲のままの方が、BTR-50 や、BTR-152、スーパーシャーマン、M3 ハーフトラック、M113 走行兵員輸送車などと共に、供与され、一部の車両は砲塔を撤去して、 即席の装甲兵員輸送車に改造された。2000年にイスラエル軍がレバノンから撤退したため、南レバノン軍は1982年以来、戦闘を続けていたヒズボラに敗退し、チラマイナス4、5の一部がヒズボラに露飾されて運用されている。イラン・イラク戦争の際には、イスラム革命の波及を恐れた周辺アラブ諸国や、 東西両陣営から嫌われ孤立したイランへの援助の一環として供与された。この他にもウルグアイ陸軍に15両が輸出されるなど、チランマイナス4、5は保有総数の半数近くが国外に売却、供与された。その後イスラエルで予備役用に保管されていた車両も1988年から畜時アチザット走行兵員輸送車に回収され、2006年の レバノンにおけるヒズボラとの戦闘に投入された。現在のイスラエル軍には、博物館に展示されているものを除けば、稼働可能なチランマイナス4、5は存在しない思われる。1973年10月6日のエジプト軍の奇襲によって、先端の火蓋が切られた第四次中東戦争にて、イスラエル軍は主に、ゴラン高原における戦闘で、シリア軍から百両以上を旅客した。 チェコスロバキア製のマイナス62をチランマイナス3として正式採用しイスラエル軍の企画に合わせるための改修を行った車両をチランマイナス6として運用することにした。チランマイナス6はチランマイナス4、こと同様に砲塔の右側面や後部に大型の造具箱を追加するとともに砲塔左側面にも小型の造具箱が搭載されているほか車体後部に ジェリカン5個を積み込むための箱を追加している。武装に関しては、同軸機銃の 7.62mm PKT 機関銃と砲塔上の 12.7mm DSHK 銃機関銃を 7.62mm M1919 銃機関銃に換装するとともに、主砲上部に 12.7mm M20 機関銃を搭載したが、主砲は、 オリジナルの百十五ミリメートル格好法のままであり、チランマイナス四五のように、エルナの百五ミリメートルライフル法に乾燥するなどの凝った改装は施されていない。後には、ブレーザーエラが、砲塔の前面と側面、車体前面に装着され、この時に、レーザー即虚偽や砲手、車長、操縦仕様の赤外線暗視装置の追加、エンジン、トランスミッション、 手法安定装置、そして下記完成装置の乾装が行われたとも言われている。戦歴に関しては、イスラエルとの和平を目指すサダト大統領の方針により、第三次中東戦争後に行われたような小競り合いは発生せず、1979年のエジプトイスラエル平和条約締結によりイスラエがアラブ諸国との全面戦争を行う可能性は、 著しく低下したが、レバノン内戦に参加したか否かは不明である。保有総数が少なかったためアジザリットなどに回収されることもなく、博物館に展示されている。車両以外はすべて外国に売却、供与されたと考えられる。1980年代に余剰化したチランマイナス4、5の車体を再利用して開発された走行変員輸送車。 元々が戦車であるため走行防御力が高く、M113 走行兵員輸送車の後継として、前線配備されている。T-55 の回収戦車型である VT-55 と同様の車両で、砲塔を撤去した T-55 の車体上に、大型クレーンなどの装備が設置されている。戦車型のチラー -5 と同様に、車外電話機、 イスラエル仕様の造具箱やフロントフェンダーなどが装備されている。T-55 をベースとした佳橋戦車でスロバキアで開発された基本系のと同様の車両。イスラエル仕様ではチラン -5 系と同様の造具箱などが追加装備されている。レバノン内戦の際、南レバノン軍に供与されたチラン -4、5の一部は 第二次世界大戦中にイギリスやカナダが余剰化した戦車や自走砲の車体を流用して設計したカンガルー APC と同様に砲塔を撤去て、そこに兵員用の座席を背中合わせに設け、砲塔のあった開口部周りに装甲を貼り付けた即席の装甲兵員輸送車に回収されて、上実の BTR-152 や M3、ハーフトラックなどと共に運用されていた。 ただし、このチラニ APC は、砲塔が存在した部分の開口部が走行で、塞がれていないため、髪型からの砲弾の破片などに対する防御力は皆無に等しい。さらに、兵員の乗降漁地は、車体上部の砲塔搭載部分になるため、乗降時に不評紙を乗り出す格好にならざるを得ず、敵の銃火に身を晒す危険が大きくなる。上記の問題に対応するため、より後期には、 砲塔を撤去せず、手法のみを取り外し、手法のあった場所、及び、砲塔両側面に、防弾ガラス付き視察窓と、機関銃マウントを装備した改良型も製作され、使用されている。これらの装甲兵員輸送車タイプは、チラ覧 APC、あるいは APC-55 などの名称で呼ばれる、ことがあるが、現地回収車両のため、正式な名称は不明である。そもそも、 正式名称が存在するのかも含め。チラマイナス4、5は本物の大戦後型ソ連製戦車を保有するソ連やワルシャワ条約機構加盟国の軍隊に対して西側諸国の映画会社が撮影ロケへの協力を依頼できなかった冷戦時代には西側映画会社が自由にソ連や共産主義に批判的な内容の映画のロケに使用することのできる数少ない本物の ソ連製戦車であることもあって、ソ連軍ないし、東側諸国軍の戦車として映画に出会う機会も多かった。特に、レッドアフガン、1988年や、ランボーさん、怒りのアフガン、1988年のように、1980年代に、アメリカが作成した、ソ連のアフガニスタン侵攻を批判する内容の映画に、登場することがく、このような映画ではアフガニスタンに、 地域環境や地形が似ているイスラエルでロッケが行われることが多かった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。